嘘だ。ウルトラマンが姫谷さんが負けるなんて。そう取り乱すな。相変わらずめめしいやつだ。ミゾロギ。ウルトラマンの敗北はこれから始まる聖なる儀式のほんのプロローグに過ぎない。お前だけは絶対に許さない。サクタさん、ウルパワーで脱出せよ。ジェネレーター出力低下。脱出できない。このビーストが触手の本体か。全てゲストは揃った。処刑の開始だ。処刑？冥府よ、動く。あれは闇の波動だ。あのツタがウルトラマンの全身を追いつくした時、ヒメアの命の光は完全に消え失せる。その瞬間、奴に同化していた光はこの終焉の地に解き放たれる。俺はその光を奪い、無敵の超人となり、世界を思うままに動かしてやる。より高き者、より強き者、より完璧なる者として。地上にまで。みぞらぎの儀式が本当に黙示録の実践だとしたら、秩序は確実に崩壊するでしょう。でも僕が見る未来はまだ混沌の中にある。光は完全にその輝きを失っていないということです。苦しいだけだ。待て、まだ殺すな。フォーメーションだ。了解。ナギ、ウルティメイトバニッシャー発射。了解。砕け散る。
やるね。だがやはり無駄なあがきだ。じきに処刑は終了する。死の瞬間だ。最低だよ。ミゾロギ、ゲームは終わりだ。どうかな。ビーストになり果てた男が。もう一度だけ聞く。俺の仲間になる気は。